すごいな、あれ漁船かなんかタンカーかわかんないですけど、めちゃくちゃ大きい船が通ってます。はい、皆さんこんにちは。大阪メトロ、コスモスクエア駅に来ています。今回はついにデビュー、大阪メトロ中央線の新型車両400系に乗ってきたということでやっていこうと思います。2023年の6月25日に大阪メトロ中央線に新型車両400系がデビューして、今ちょっと1週間ぐらい経ったところなんですけれども、この車両がすごい話題になってて、デザインがすごいって言われて、まるで宇宙船みたいだとか、すごい近未来的とか言われてみたいで、今回はそれに乗っていこうと思います。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、ほんまはね、あのデビュー初日乗りに行こうと思ったんですけど、その時は鳥取に行ってたんですよね。そう、このタイミングでどこ行ってんねんって感じなんですけれども、まあ、ちょっと出遅れって感じなんですけどね。はい、ここは、コスモスクエア駅です。目の前にあの大阪湾が見えてるんですよね。こうやってなかなかロケーションのいい場所です。はい、じゃあ大阪メトロ中央線コスモスクエア駅のホームにやってきました。こんな感じになってます。1面2線の構造になってて、あのニュートラムっていう大阪メトロが運営してる、まあ、新交通システムなんですけどね、それに乗り換えることができます。で、今左側に止まってる車両は、これ大阪メトロ中央線の3万 AK っていう車両で、これも新しいんですけど、去年の7月に、万博、大阪万博が2025年に開催されるんです。それの、まあ、輸送力増強のために増備された車両ということで、今回あの乗っていく400系っていうのは、ほんまにあの中央線の新型車両としてデビューした、これとはまたちょっと作られた目的が違うんですよね。まあ、こっちも新しいっちゃ新しいんですけどね、もうちょうど1年経とうとしてる頃で、それで今回400系がデビューってことなんで、すごいね、新型車両の導入ラッシュっていう感じがしてすごいんですけどもね。あとその400系の車両がいつやってくるか分かんないんで、まあ、この駅で待つしかないんですけど、今ちょうど左側にあの24系車両がいて、これ結構珍しいやつなんですよ。あの大阪メトロ中央線発車が一番、まあ、編成数少ないというか20系系列の車両で、実はあの400系デビューによってこの車両が他の路線に転属になるって話が出てるんで、まあ、こっち先乗っておいた方がいいじゃあいいような感じするんですけどね。これもちょっとそのうち乗りたいと思ってます。この新20系シリーズの車両って、まあ、御堂筋線、谷町線、千日前線、四ツ橋線とか、まあ、結構いろんな路線で走ってるんで、まあ、転属とか入れ替えとかね、そういうのが結構容易になってるんですよね。まあ、またあの車体の色をこれ塗り替えて別の路線で走ると思うんですけどね、こっちも近々早めに乗りに行こうと思ってます。大阪メトロ中央線の新型車両400系やってきました。やっぱこのね、前面のデザインですよね、斬新って言われて宇宙船みたいでもあるんですけども、あのカシオの腕時計の G-SHOCK 見てますよね、今つけてるんですけど、あのこの前の四方に4つライトがついてるっていうのが今までの鉄道車両にないデザイン、すごいなと思います。学研なら富ヶ丘駅、まあ、こんな感じなんですね。すごいわ。いや、これあの思ったんですけど、窓ちっちゃいんですよね。わかりますね、この側面の窓。で、この車体の質感とかもちょっと東京メトロっぽい感じがします。で、側面の方向幕はこれ LED、 フルカー LED かですね。
ちょっと今までの大阪メトロっぽい車両じゃないですね。でこれあの01って書いてある第1編成やと今第2編成まであったと思うんで、はい、それじゃあ早速乗っていきたいと思います。すごいな、これあの車内案内は LCD の大型の液晶ディスプレイかなんですけどね、これがあのこうずらっとね窓の上に並んでます。あの JR 東日本の、総武快速線の E23 ってスカレンジでちょっと思い出すましたね。こう似てる感じがします。すごい大きくて見やすいです。これあれなんですよ、車内に USB のコンセントが3つついてるんですよ。すごいな。あ、東京メトロ丸の内線の新型車両にもこれコンセントついてますよね。大阪ではこれ初めてじゃないですか、ね、地下鉄にコンセントがついてるっていう、すごいですよね。貫通ところなんですけどね、これ大阪メトロかなとか言ってすごい広いんですよね。ここには車椅子スペースがあります。これ普通の座席はあの緑色なんですけど、優先座席はこの青色なんですね。これシートも結構あの背もたれが結構高めになってるんですね。これも初めてです。この LCD の車内案内ディスプレイやっぱり大きいんですごい見やすいです、ね、左側にはあのニュースとかもなんか流れるようになってますよね。移り側はこれ三角です。御堂筋線の乗り換え地駅で本町に着きました。ちゃんと防犯カメラです。乗ってて思うんですけどね、やっぱり窓が小さいなという印象です。そこの窓も小さいんですけど、この上の部分なんですけどね、あの黒いんですよね。なんかこれ今までの大阪メトロの車両ではないような雰囲気がしますね。で、まあ、乗ってる感じは至って普通です。デザインとかはすごい奇抜なんですけど、まあ、乗り心地も普通感じでね、なんか乗ってると全然普通に乗って普通の車両やなって感じがするんですけどね。長田に到着しました。大阪メトロ中央線はここまでで、ここから先は近鉄京花線に入っていきます。ありがとうございます。この電車は学研奈良富ヶ丘行きです。次は荒本東大阪市役所前です。 The next station is 荒本 station。
近鉄京阪な線に入っていくんですけども、ここはまた地上に出ます。これ近鉄京阪な線のワンマン運転なんで、車掌さんがね、さっきの永田駅から乗ってないって言われたんですけど、これが運転席です。じゃあワンハンドルマスコミの液晶のモニターなんです。すごいです。次は乗務室入り口なんですけども、すごいでかいですよね。飛びドアが窓を置いて結構よく見える感じがします。地下鉄なんで非常用のはしごが、ね、ちゃんとついてます。で、まあ、ここが最初言ってたあの USB の充電のコンセントがついているところなんです。この右側になんか謎のこのスペースがあるんですけど、これ何なんですかね。なんか消火器って書いてあるんですけど、なんかなんかの装置かなんか入ってると思うんですけどね、ここちょっとよくわかんないですよね。4号車はあのボックス席になってるんですよね。早速座ってみたんですけど、結構ね、あのシートピッチ狭いですよ、実際座ってみると。ちなみにこれボックス席なんで、あの転換クロスシートみたいにあの向き変わらないんですよね。結構固めですね、席ちゃんと。あのこれ車内は全車両にこれフリーWi-Fiがついてるんですよ。今ねこれ新駒トンネルに入りました。近鉄京阪線ってあの最高速度が時速95キロなんですよね。こうやってあの第三機乗方式、サードレール方式では日本最速の路線なんですよね。そう、大阪メトロ中央線も近鉄京阪線も、まあ、第三機乗終電方式といってあのパンタグラフで架線から電気を取るんじゃなくて、まあ、線路の横にあるサードレールっていうもう一本線があるんですよ。そこからあの電気を取って走る方式なんですよね。まあでもこのボックスシートもそんなに悪くないですよね。まあただ座り心地とかシートピッチがどうにしろ地下鉄車両にこのボックスシートがついてるっていうのはすごい斬新で画期的なことやなと思うんですけどね。このアイデア面白いです。しかもあの普通こういうボックスシートってあの2列2列のね4列なんですけども、あの1列ずつなんですよね。中央線とかって結構あのラッシュ時混雑するんで、これね1列ずつにすることで、まあ、乗車定員数を、ね、結構増やすことができるんで、だからその辺すごい考えてられるな、考えられてるなと思いました。いいです。はい、じゃあ生駒に到着しました。ここでは近鉄奈良線に乗り換えることができます。イコマを発車するとしばらく近鉄奈良線とこれ並走しますね。こちらの第三機乗方式なんであの架線ないんですよね。ここには近鉄京阪線の車両基地があります。大阪メトロの車両が止まってるんですよね。
は学研奈良富ヶ丘、学研奈良富ヶ丘です。この電車は次までです。 The next station is 学研奈良富ヶ丘。終点の学研奈良富ヶ丘に到着です。いやー、じゃあ、着きました。やっぱり乗ってきたんですけれども、今回これ第一編成やったら良かったですね。これ第二編成はまだ運用入ってないかもしれないですね。まあデビューして1週間ぐらいしか経ってないんで、ほんまに車体も綺麗やし、とにかく前面のインパクトがすごい。こんなね、斬新な近未来的な車両が学研奈良富ヶ丘ってだいぶ山奥の方なんですけども、まあ、いるっていうのが結構面白いですね。で、途中駅で結構なんかそんなに鉄道に興味なさそうな人も、え、何この車両みたいな感じの反応の人がすごい多かったのが印象的でしたね。前面のデザインのインパクトもすごいし、近未来的な車両なんで、このコスモスクエアっていう、ね、行き先がすごい似合ってますよ。この列車は今度、折り返しのコスモスクエア駅になります。まあ、あと3分ぐらいで発車するんでね、最後ちょっと見届けていこうかなと思います。一応これ日立製作所が製造したみたいですね、車両は。はい、じゃあ今回は大阪メトロ中央線の新型車両400系に乗ってきました。いや、すごかったですよね。やっぱりみんなが言ってた通り斬新なデザインってことで、ね、前面のデザインほんまにすごい今までの鉄道車両にないようなね顔をしてるってことで、いや、すごい面白かったです。で、まあ乗ってる感じはほんまに奇抜なデザインなんですけれども、普通の地下鉄っていう感じでしたね。で、車内の座席なんですけども座面が高いんでね、それがちょっと今までの大阪メトロの車両と違うかなと思いました。で、車内に、USB のコンセントが、ね、3つも付いてるということなんで、これもね大阪の地下鉄では多分初の試みのような感じはするんですけどもね。で、ボックスシートが、ね、4号車にあったんですけれども、あれも転換クロスシートとかではないんですけれども、いや全然ね座り心地もそんなに固めなんですけれども悪くはなかったです。まあ、その地下鉄車両にボックスシートがつくってこと自体がすごいことなんでね、いや面白かったです。で、まあこの400系が導入されたわけっていうのは、この大阪メトロ中央線に一番古い車両20系っていう車両が走ってるんですけど、その車両を置き換えるみたいなんですよね。まあ、それも相まって
新型車両をまあ導入っていう、だから3万 AK とまた導入する理由が違うんですよ。あれは結局、まあ、大阪万博が終わった後に、まあ、谷町線の方に転属する予定みたいになってね。はい、いやまああの、ね、デザインがどうとかいろいろ言われてるんですけども、やっぱりあの、ね、インパクトのある斬新なデザインってやっぱりみんなの目を引きつけるじゃないですか。あ、なんか大阪の地下鉄すごいなって、こう鉄道とかね、そういうのに全然興味がない方でもこう目を引く、引きつけるようなデザインっていうのはね、あのほんまにあの面白い試みで、いやすごいなと思いました。まあ、デビューから一週間ちょっとしか経ってないんですけどね、今後の活躍に期待したいなと思います。興味がある方はぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。